タイプの男性、これだけは欲しい。うんうん、どうなんですか、ぐんぐん。え、なんですか。タイプの人はいないんですか。いません。どうなんですか、誠司さん。いや、その前に姉さんホストクラブ行ってたよね。あれ、容疑者、お金困る、逃走中、応援求む、Z 前、確認。容疑者確認、確保に向かいます。どういうことですか？やばい！ほら、全員殺しやる！ほら！全員殺しやる！逮捕！確保！衛生外でこんな周知し、逃がすな、犯人を！好みのタイプは誰だと聞いてるんだ！説明してくださいよ。え、なんか、キレが悪いぞ。え、だから、まるねが俺に、タイプの異性はって聞いたから俺が聞き返したら逃げ始めた。え、いや、ホストクラブ行ったって。あ、そこや、確かにそこや、うん、え、ホストクラブの件は、お友達。車がめっちゃここ通るくない？え、嘘、みんなには見えてないの？見えない、あ、通ってる。またまた冗談が得意なんだから。話がちょっと違うな。普通ですよ、普通ですよ。こんなにじゃそらせないですよ。全然普通ですよ。友達がホストするから、うん、お客さんがね、今いないから来てほしいなって言われて、じゃあ友達だし行くよって言っただけじゃないですか。なんで逃げたんですか？な、俺も思った。そう、そうですよ。だったら逃げる必要ない。恥ずかしい。いや、恥ずかしい。恥ずかしいことがあったってことでしょ？それは。ああ、なるほど。恥ずかしいですね。友達ね。はいはいはい。みんなそう言うんだ、大体。大体友達って言うから。テンプレだから。それ呼ばれただけだから。何が一番良かった？ホストクラブに人数合わせた。ホストクラブで。そう、ホストのサービスで何が一番良かった？七坊。七坊？七坊？違う、今、キモい笑い出たな、今。ナチュラルキモい笑い出たやないか。七坊、お叱りボイスを言って。あー、S が好きなんだ。あー、友達のお叱りボイスが良かった。はいはい、来たってことね。来たってことね。ちょっと良かった。ちょっと良かった。楽しんだんだね。ケブ、これは黒ですかね。キャブ、これは黒ですか？ギルティー。ギルティー、まずい。でも、それだけだし。誰だ、ちなみにそのホスト誰だったんですか？いや、ちょっと、それは、ちょっと。たく。ちょっとニヤニヤしてない？だって別に友達なんでしょ？ただ人数合わせで呼ばれただけの友達なんでしょ？確かに。S ボイスでしょ？ S 系のボイスでしょ？レオ。やってあげて。なんでだよ。いやー、それは。それはえぐい。それはえぐい。レオ。マルが S ボイスに何でも響くと思うんだよ、誰が。福田さん。ん？日本を見せてください。たく、しょうがねえ野郎だな。やばい、殺される。記憶を俺で塗りつぶしたくないらしい。相当良かったな、これ。あー、そんなに良かったんだ。そうか。もう今んとこ他のは耳に入れたくないってことですもんね。それは言ったらかわいそうだからやめた方がいい。確かに言わないようにしよう、これは本人に。そうだよ、確かに確かに。そうだよ。怒られちゃう。その人がかわいそう。名誉のために。相当これハマってない？そう。わざわざそんな、めちゃめちゃ大事になってるじゃないですか。ハマってないよ！いやー。ガチなんだろうな、あの反応。ホストで、ぐんぐんですか。ホストで、ぐんぐん。おっとっとっと。ホス軍、ホス軍やめて。まるね、今聞いた、レオがホストでぐんぐんって言ってたよ。早いな、判断が。早いな。やばい、対抗、対抗出してきた。これは、これは負けない戦いがここにある。あのスライディングで一撃決めたらクソおもろいな。振り下ろし綺麗だったな。綺麗だった今。確実に殺意やったよね今。あの振り下ろしをモンハン以外で見たことないもん。体験のね。モンスターを殺す時の振り下ろししてたね今。詰められてんだ。しかも衛星が2人で何も残らないんだよこれ。この詰められてる、俺がちゃんと見てるよ。うるせえみんな。詰めるな。あとで MP4 送るからね。ボイスはなんか普段の、違う違う違う、その人の、その人の。いやいや、いらない。楽しみ。それはちょっ
って話じゃないですか。え俺全然全然俺そんな恥ずかしくないから全然普通に来るよ MP3。 そういう人のお叱りボイスはいらないん。そうだよね。ちょっと恥ずかしい、ちょっと恥ずかしいやつが出よ。やったれ。パンパンみたいな。無理です。ほらほらほらもう。いやちょっとじゃないですもん。だって僕が恥ずかしいのはめっちゃ恥ずかしい。いやめっちゃいいじゃん。あでもそれは価値がいい、ね、かなり価値あるね。価値がある。え言った後に照れくさそうにしてるのがいいんだよ。そうね、話題の中心がどっちも衛生がいってところがね。そうなんだよ。、はい、終わってる。どういうのはお叱りかがわからないですもんね。わかんないですよね。ね、確かにダメじゃないかって。え、だからダメじゃないかとかじゃないんだよ。もう何何とても良かったんですよ。とてもになってる。とてもになってる。さっきちょっとみたいな言ってたのにゴリゴリに刺さってんじゃん。沼ってるんじゃないですか。負けてないじゃん。それクリップ何回かは見たね。ガチだあいつ。むちゃってるやん、うん、誰のボイスだったら。それはちょっと分かんないんですよ。なんで言えないの。内緒なんだって。内緒。めっちゃ楽しもうとしてるやん一人で。ボイス聞いてるもしかしてそこで。やめてよちょっと。そんな聞けば聞いてるもんちゃん。やめてよ聞こえちゃうでしょボイスが。やめてよ。あれねはド M なんだな多分。ああ見えて。ああ見えてね。叱られたいってそういう話になってくるか。普段そういうタイプじゃないからこそ。ああまあ逆に叱られないからね、やらかしても。うん、だから本当に叱ってくれる人にトゥンクするってこと。そういうことですね。トゥンしちゃったってことですね。何も言えなくなってるよ。だからその最初の頃も叱られたくて実はちょっと悪さしてたんですよ。あ、そういう、それ一番やばいやん逆に。うわなんかもう、ね、なんかそれ言い始めると全員の行動がもう、そうだよ、とがめられたいがためのF ね。F ねやめろ。ふざけんなよ。普段の兄さん M だもんね。まあ M だもんね。まあやめて。そうね。S ではないかも。でもこの中で一番 S は明確ですよね。この中で。はい。まあやっぱ白い。うん。あれ？一番向こうの。そう。あの人。あの人。ね、今日キレキレ。あの人。今日キレキレ。ほら、みんなほら、体が向いてるよそっちに。いないよもう俺はそっち。俺 S ですか？じゃないとそんなねかさぶたをちょんちょんじゃないし、うん、やらばつついてくるにはならないですから ね。レオニーさんツンツンしてる間はどんな心境なんですか。まあ楽しい。じゃあ S やんお前 S やんけ。そんな S か、いやでも自分はなんか割とその状況に応じてどちらにでもなり得るのかなっていうタイプ。両党こちらは生々しいでしょ。両党じゃん。ブラッドさんはS じゃないかなぐらいの気持ちで生きてきてるんですけど、元カレド M でした。いや、そこまでは聞いてないですけど。言ったね。言ったね、今。びっくりしちゃった、俺。あそこまで言ってもらえるんですか。そこまで言っていいんですか。